君こそちゃんと時代に迎合していかないと浮いちゃうよ。すでに浮きまくってるけどね。お前のせいで私はここで騒ぎを起こしたらまずいんじゃない？取りますわろ。で、なんでロイはここにいんの？命の恩人に対してその態度良くないんじゃないかな。仕方すんな。何が命の恩人だ。飲み物頼もう。話が違うじゃないか。そうだっけ？ロイ？どうしたの？っていうかベニーちゃん、なんで？はーい。マヤ、こいつを知ってるのか？知ってるも何も有名人だよ。モデルでインフルエンサーのベニーちゃんだよ。インフルエンサー？影響者？可愛くておしゃれで面白くてベニーちゃんに憧れてる子もたくさんいるんだよ。ご紹介ありがとう。マヤちゃん、よろしくね。わあ、ベニーちゃん、いつも配信見てます。可愛い。マヤ、相手にするな。っていうか情報量が多すぎる。ちょっと整頓させて。で、ロイはなんで会社にいるの？その服で電車乗ってきたの？風呂敷。これを忘れていっただろう。会議があると言っていたから必要なものではないのかと思って持ってきた。ありがとう。でもクラウドに保存してあるからなくても大丈夫。クラウド？よくわからんが無駄足だったか。なんかごめん。マヤちゃんってあの子にそっくりじゃん。把握したわ。ロイはブレないね。お前は余計なことを言うな。話がややこしくなる。って二人は前から知り合い？それって。そうだ、こいつも私と同じだ。ベニーちゃんも吸血鬼ってこと？同じじゃないよ。ロイよりずっと年上だし、レベル高いんだよ。牙とか耳とかしまえるし。そうなんだ。もしかして吸血鬼って結構いるのかな？つか、マヤちゃん何も知らないの？何もって？こいつが吸血鬼になった理由とか。愛しのお嬢様と一緒になるためにね、泣かせる話があるんだよ。おい、やめろ。お嬢様ってもしかしてひいおばあちゃん？ああ、マヤちゃんはひ孫ちゃんなのね。道理で似てるわけだ。ロイ、よかったね、お嬢様の代わりが見つかって。ベニオ、黙れ。ロイ、マヤ、仕事の邪魔をしてすまなかった。もう戻ってくれ。うん、私も帰らせてもらう。お前は今すぐ消えろ。はいはい。じゃあマヤちゃん、バイバーイ。さっさと去れ。ベニーちゃんが吸血鬼だったなんて。それにロイが吸血鬼になった理由、きっとひいおばあちゃんと関係あるってことだよね。私、ロイのこと全然知らないんだな。面白くなってきたな。しばらく楽しめそう。